く見たらなんか色合いかっこよくない？ね、この濃さというか漆塗り感が。なんか人生ちょっとかすれてた方がかっこいいとかあるじゃん。これちょっと違うね、なんか黒なのにかっこいいよ。昔は基本こんな感じだったんだろうね。だんだん基本を剥がれて、剥がれてアンティークがいいっていうのだろうね。神社だから、神社だね、あれお墓だからいいや。もうこの長谷寺暮らし前来るとさ、灯籠みたいなのも立派だね。神社って全国から神社とかじゃない。やっぱ灯籠とかもさ、場所によってはすごい変わるんだね、印象も。うん、石間神やってもなんだこれってなるんだけど。石間神、石間がいてもなんだこれってなるわ。石間神に灯籠だけあったら、あ、ここすごいのかもしれないってなるけど、石間がいた瞬間、あ、ダメだこれってなる。やべえね、今日俺って、あれじゃん、キレッキレじゃん。切れ味が強いじゃん、今日の俺。切れよしだ。お、最近会えるの好きだ。うん、いやすごいじゃん。え、すごいじゃん。すごいね。いや俺感想が小学生。すごいじゃん。自分でも分かるもん、感想が小学生。すごいじゃん。すごいじゃん。ファッションってなんだよ。それショック、ショック受けちゃうな。星のショック受けちゃう。やばいね、なんか字体がかっこよすぎてさ、サムネのタイトル使いたいね。現れた神が絶対どっかで使うわ。そっか、この現れるって選択肢があったか。なるほどね、まだ俺も罪が甘いね。5位4回4球って1球取ってから結構サムネの頭の回転が良くなったんだけど、さらにクイズかな。景色、あ、すげえじゃん。あれ。わ、すげえ。あ、それ？でっかいの撮ったからまあいいんだけどさ、うん、ちっちゃいの三連単がいないね。ポンポンポンってやつね。あの、なごみ地蔵みたいな。まだまだ上だよ。なんかな、中にいいんじゃない？そういうことか。中にいるのか。ああ。でも外っぽかったよ、あれ置いてあったの。またな、またつか中入っちゃったんじゃない？いやー、おー、え、すごいね、ここ、ね、超立派じゃん。ああ、一瞬撮ろうと思ったら撮影しちゃった。そうなんだよ。ああ、1円あるかな。1円もうないんだ。これだったら10円の価値あるだろう。10円入れようかな。
1円がまだあったから1円入れよう。本堂では1円以外入れるようにしてる結果。なんだかんだって再選といってもバカにならなかったからね、大寺ばっか巡ってると気づいたらなくなってるからね。よし、よいしょ。てか何を願ってるわけじゃないんだよ、ただおばんでるよね。何を無難まさかのユナイテッドアローズかわいいですね。300円かユナイテッドアローズ。ザ大仏じゃな、大仏とかザ観音とかじゃなくてさ、長見地蔵のとこかわいらしい ね。普段使いでもなんかお可愛いじゃんってなるね。そうそうそう、なんか一応ゆるキャラチックで、うん、あれ普通にありだと思った、見て、いいじゃんってなる。あれ、いや、あれは普通に持ってたら、うん、で普通に時間と金があったら買ってた、ね、もう買う時間すらねえのかよって言われそうだけど、買う時間すらちょっとない。惜しい、うん、蓄積すんだよああいうの。ああな、あ、なんか分かった気がする。こっちの道がさ、行って帰ってくるような道になってんじゃん。うん、あの名古屋地蔵一歩手前にあったあの道じゃね。あっち？あっちじゃね？いるの。探す？じゃなかったらここら辺にいてもおかしくないよ。トリオはね。うん、トリオ。トリオ見たいんだけど。トリオ。トリオ見たらもうとりあえずいいかなって感じ。ここは。かなり評価がいい、俺の中で、うん、ここ自然が豊かです。アロマセラピー、アロマセラピー。実際京都よりこっち鎌倉の方が好き感はあるんだよ俺。近いですね、なんなら。あとなんかちゃんとさ、なんかあの周りの街並みもわきまいてるからさ、ちゃんとお寺ばっかだし回りやすいしさ、歩いて回る利点もやっぱあると思う。確かに最悪。歩いて回れるし、うん、なんかでっかいビルとかあるわけじゃないし、まず何が言いたいかってテポドンが立ってない、うん、そこに限る。テポドンが立っていれば田舎で印象は変わってくる。なごみくじやろっかな。100円、200円か。取り方取り方だったからさ、俺のさ右手見て俺どんだけすがってんだよってこうなってる。そう、そんな触り方してるよな。ねえ、取りよ、しょうがねえな。みんな企業がいっぱい。あ、これすごいね。ん？すごくない？あ、これすげえ、なんかなんというか。
これ次いくつ早い？ん？いいよ。なんか割り回すかなと思って。